調水時間です。で、今日の感じでもご飯、コーンスープ、サラダ、漬物、これはね、ウインナーソーセージ、太いやつね。これはウインナーソーセージを卵で巻いたやつ、ほうれん草、そばのサラダ。それではいただきます。これは昆布キーも、昆布キーもいい香りを振ったものですね。ドイツ人は本当にウインナーが大好きで、余すことなく全部使い切るらしいですね。一口でいけない悔しさ。うん、全部うまい。マジでじゃあ、ハーブラック、今日は家だぞ、大丈夫だ。これはうまそうだけど、踏みにくそう。うまいうまい。このね、このスープはハンドミキサーへーって味で作ったんですよ。すごい滑らかになって美味しい。コーンの甘みが、うん、小学校の頃はね、弁当だったんですけどね、小学校のすぐ横にあばら屋みたいな、もう今にも崩れそうな小屋があって、そこでおばあさんがね、パンとかジュースが売ってるんですよ。で、学校はもう公認で、あそこまで行っていいよって感じで、200円ぐらい持ってたのかな。で、パン2つぐらいと、瓶に入ったコーヒー牛乳を買ってきて、食べて、で、帰りしない瓶を返すと10円くれたんですよ。あれは好きだったな。新学期になると100割みんなもらうんですね。図書係とか送金係もいたから、忘れたけど。でも僕はね、覚えてるんですけど、刑事係っていうのがあったんですよ。僕絶対学校の警察官だと思って、早い早いってもう熱望しましたね。
これに行かなきゃどうするって気持ちで来たんですよ。これは当時大流行でした。ガキ映画の影響もあるんですけど、警察官が学校内の犯罪を調べるんだなと思って、ね、刑事係になったんですけどもね、実際の仕事はみんなが描いた書道の作品とか絵の具で描いた絵を壁に貼っていくという地味な仕事で、がっかりだったことを思い出しました。あれ本当ショックでしたね、自分でもね。最近ね、母親の病院の関係で一緒に行くことが多いんですけど、母親もね、1メートル歩くのに1分ぐらいかかるんですよ。もうそれ以上動けないぐらいのね。で、車椅子乗せて病院まで行って診察するんですけども、病院によってもね、対応は全然違うんですよね。まあ当たり前の話なんですけど、今集中していってる病院は超大型のできたばかりの病院なんですけども、そこのガードマンの人はね、母親を下ろして車椅子を取って来ようとすると、向こうからね、走って持ってきてくれるんですよ。どうぞこれ使ってくださいって。ありがとうございますって言うんですよね。本当助かりますね、あのようとしていただいたら。やっぱり機敏な動きをしないとダメなのかもしれませんけど、その病院特にすごいなと思ってますね。大学時代の先輩にジョージさんという人がいたんですけども、通称ジョージ・ウェーバー、ジョージ・ウェーバー、かっこいいっすね。太いソーセージ、フランクフルトっていうのかな、フランクフルトといえばアルプスのソードハイジですよね。ハイジをクララに行ってフランクフルト行くんですけども、ハイジは田舎の暮らしの方ですから、都会のフランクフルトでは対応しきれなくなって、無遊病者みたいになってね、あの日に悲しかったな。本当ね、今銀行に着きまして、民家なくしちゃったんでね、会員届け出しに行ったんですよ。みんなに聞いたら、そんなすぐしてこようが大丈夫って言うんですよ。
して、パソコンに向かってながらカシャカシャ打つと、停戦が出てくるんですけども、チームの人は、どこそこに住んだことありますかとかね、じゃあここに住んだことありますかって、なんでそのこと知ってんのと思ってたんですけどね、口座作った時に住んでた場所の住所なんでしょうね。そんな何十年も前の話、番地まで覚えてないですよ。最初3時回ってもそれでスペースガラガラってシャッター降りてくるしね、1時間半ぐらいかかったんじゃないかな。何が簡単に会員受けできるんだよみたいな感じなんですけど、これ一口いけるからまず無理だね。ほら、うん、肉汁たっぷり。うん、これは珍しく美味しいコーンだな。昔夜勤があった頃ね、コーンスープ買っといて休憩時間に飲むんですけどもね、これがまたうまいんだ。地元の車でワイワーって言うんですよ。ワイワー和歌山の幼稚園に通っとったんやけど、通ってました本当に。でね、みんなで散歩やろうって言うて幼稚園でして山の方まで歩いていくんですけど、今日は山犬がいたら涼しいですとか言ってね、山犬ってすごい話だなと。ほんまにですわね。最近またスムスに繰り出してね、うまいっすよね。4K のデジタルカメラを知らない。ビデオ、デジタル、デジタルビデオを知らないでしょ。値段も安いしね、これなら手が出るなと思って買ったんですけども、これは中国じゃないですわ。説明書に何も書いてなくてね。ついたはいいけど、オートフォーカスはついてないという、もう全く、実の話だって、ひどいよな。説明書も肝心な部分は、何が会社が分からなくなる。何を言ってるのっていうような感じなんですよね。あれはやられた。
アマゾンもさ、産地表示してほしいよね。これは中国製ですとかさ、何もかしらでも分かんないよな。逆に言えば、その値段でそんなもん、あればけないだろうって言われるんですけど、探してたものがね、安い値段で売ってたら、もうそれしか目に入れなくなっちゃうから。寸止めの術。これすごい寒い災害ある。いつも寒いとか減らないもんね。まあ、傘ピクンってなったら分かります。これね、傘の神経知ってるから無意識に動くんですよ、ピクンって。コップ持ってたらピクン、ピクンってなるから、コップの中のものが壊れそうになるんですよね。もう治れないって。はぁ、あ、まかった。今日はね、ご報告も忘れずにできましたが、次回ぐらいはどうしよう。シングルだけでも精一杯あるんです。ダブルで、覚えてたらやります。覚えてなかったらやりません。です。それでは今日もごちそうさまでした。